上と同様、昔の人は今君たちにやってもらうように釜を使ってこの広いところを皆さん手で刈っていたんです。で、ここに機械を置いてありますけども、ああいう機械がないときは手で刈って藁で縛って、それを木で、まあ、傘掛け用のこうやって木組んだやつに干したり、あとは田んぼの中で乳を積ん、まあ、稲を重ねて積ん で天気が良ければそれを一つずつ広げて田んぼの中で干すと。昔の人は本当にお米を作るまでに大変な思いをしてきました。根元を持って親指を上にして根元を持って引きます。こういうふうにして刈ります。昔の人の大変さとかが分かって、よかったというか、まあ、自分の身に染みました。そして、またお米をは作るのは大変だったので、また感謝して、改めて感謝してお米を食べたいなと思いました。お茶碗に白いご飯を食べるときに今日のことを思い出して、大変だったなと、このお米茶碗いっぱいのお米も、大変な思いをして、作ったんだなということを思い出してもらえばなおさら嬉しいです。